始まりまりしたどうも中の人です今回ちょっと見てほしいんだけどビーズの稲葉さんがね着てそうな柄の服数年前に買ったんだけど。 全く外で着れていないっってていううねだからもうこれ家着になってます、ね、ないですかそういう経験店で買った時はいいなと思ったんだけどね家で着てみたらなんか違うなっていうね結構そういう服はある、まあ、そんなこと思いながらね久方ぶりにセブンに行ってきたんですが見てください飲むヨーグルト国産みかんこれめちゃくちゃうまそうなんで買ってみましたで続いてこちらですねはいこちら「君だけのうすごい眩しい」ごめん今目がねやられたかもしんないけどこれね 君だけのプリン大人気って書いてあったんで買ってみたんだけどどうなんでしょうか食べてみたことないんだけどこんな君だけのプリンなんてね君と君がかかってんのかなあとこちらですね白いメロンパン新発売これ黒いメロンパンとかったらね絶対買っちゃうんだけど白はどんな味がするんでしょうかでさらには新発売のこちらですねチョコ蒸しケーキなんだかんだねこういうのがねいっちゃうまいんだからねつい新発売って書かれてると買っちゃうんだよねで最後こちら新発売三つ星監修シャーベットパン星 監修ってことは絶対うまいよねあとこの「北海道グルメ旅」っていうなんかコラボなのかなんなのか、まあ、北海道ってついてるやつはもう全部うまいからね最後になんだけど前回投稿した動画のねあなたのペット紹介するよっていうすんごいたくさんの方が提供してくれて本当にありがとうございました随時随時募集してるのでよかったらねまたよろしくお願いいたします。それでは